宮城県道258号仙台看護師線は宮城県仙台市大白区と同県名取市を結ぶ一般県道である。国道4号仙台バイパス、国道4号 JR 東北本線などと並走して南北に通じる区間が長く仙台市都心部や長町副都心と名取市や仙台空港との間をつなぐ幹線道路の一つとなっている。名取市 高田田付近仙台市大白区の国道286号町町、中学校前交差点から南東へ伸びた後、長町福都心の SS 南北線、長町南駅エリアからはほぼ南にまっすぐに伸びる。大白大橋で、ザル川、仙台南部道路及び名取川をまたぎ、西中田地区で西側に、ややバイパスしてまた南へ、ほぼ直進する。仙台、名取市境付近で、 東北新幹線の高架下を通り、JR 名取駅西口を過ぎて会い、島給料報告に達すると、南西に向きを変えて、同丘陵を超える。同丘陵の南六で、宮城県道126号愛島、名取線と接続し、同市南部の上松で、宮城県道20号仙台空港線に接続する。以前の終点である、愛島小豆島から、東側の国道4号と、 県道2十号仙台空港線を結ぶ区間が2006年12月26日に開通した。全線片側に車線以上である。拡幅が遅れていた名取市場骨か愛島小戸島の区間も2008年3月11日より片側に車線となった。ちなみに愛島バイパス部分を除く名取市内の区間は都市計画道路場骨か中田線でもある。仙台バイパス同様、 ロードサイド型の小売店が数多く出店していることが特徴の一つと言える。名取市目出島笠島の宮城県道39号、仙台岩沼線と名取市、上松の国道4号とを結ぶ片側に車線の区間、全長3720メートル、2006年12月26日に開通した、都市圏自動車専用道路の候補路線である、宮城県横断自動車道及び、 仙台空港連絡道と並走する。愛島丘陵南独の水田地帯に盛り土をして作られているが、既存の道路とは平面交差のため起伏が大きい。区間東側の縦越湖線橋は、東北本線と国道4号をまたぎ、宮城県道20号仙台空港線と合流する立体交差である。この部分は愛島丘陵東端にある浜包み列が途切れる部分である。 なお、縦越湖線橋の周辺は自転車及び歩行者、通行止めとなっている。縦越湖線橋と立体交差で超える国道4号とは直接接続することができないため、東北本線看護市駅前から伸びる県道20号仙台空港線の急道を改良し、接続道路を新設した。以前の終点である愛島小豆島から、 西側の県道39号仙台岩沼線へと接続する区間は宮城県道126号愛島、名取線との徴用区間になっている。その意味でこの区間は県道126号愛島、名取線のバイパスでもある。ありがとうございます。